パク受けたまは、在ソウルジャーナリスト、キム・ジョンウン、委員長が倒れた。ミサイル発射現場での事故ではないか、写真。2014年10月15日、杖をつきながら住宅地の視察の訪れたキム・ジョンウン委員長、最近、このような観測が出ている。北朝鮮では、4月15日は国の最大の祝日だ。建国の指導者、キム・イルソン、主席を太陽に例え、金主席の誕生日であるこの日を、太陽節、と呼ぶ。太陽節には毎年、キム・ジョンウン朝鮮労働党委員長をはじめ党、軍、政など重要幹部が、キム・イルソン主席とキム・ジョンイル、総書記の遺体が安置されている錦州山、クムス山、太陽宮殿に並んで参拝する。ところが、今年の太陽節には金委員長は参拝しなかった。高官らを統率し、クムス山太陽宮殿を参拝したのは最達に、チェリョンエ、副委員長だった。なぜキム・ジョンウンはクムス山太陽宮殿参拝に姿を見せなかったか、これは極めて異例のことだ。キム・ジョンウン委員長は、髪型や帽子や服など身につけるものなど、徹底してキム・イルソン主席の真似をしている。その上、自身の体重まで増やして体型まで似せようとしている。それもこれもキム・イルソン主席の意向にあやかるためだ。祖父、父の遺訓による統治、特にキム・イルソン主席の遺訓統治を続けているキム・ジョンウン委員長が、最大の祝日である祖父の誕生日にクムス山太陽宮殿を参拝しないというのはありえないことなのだ。また参拝は、北朝鮮住民に、白頭血統、金一族の血筋、の偉大さを再認識させるためにも重要な行事なのだ。それほど太陽節の意味が大きい。そのため金委員長の不参拝について、倒れた、とか、事故に遭った、などの身辺異常説が出ている。金委員長は、4月11日の労働党中央委員会政治局会議以降、14日の巡航ミサイル発射現場はもちろん、その後に公の場に姿を現れていないのだ。